じゃあこんにちは。さあ豊さん、楽しい楽しいね、夏休みですよ今。お子さんたちにとってみれば。そうだな。そうですよ。夏の思い出って何かある？めちゃめちゃありますよ。あるの？もう夏休みといったら小学生、中学生、高校生にとっては、まあ、例えば家族で旅行に行ったり、父の田舎が福岡だったので毎年福岡に帰って、久しぶりにいとこのお兄ちゃんお姉ちゃんとかと会って甲子園見て、で福岡やっぱ甲子園見んの？見ますよ。で私東京出身なんですけど、福岡行くと福岡応援してたので、西日本短大附属が、確かあれ中学校高校の時かな、小学校かな、あの準優勝、まあ決勝で負けちゃったんですけど、うん、今でもだから覚えてますもん。あの前田投手だったんですよ。前田幸永。そうです、そうです、左ピッチャーのな、はい、細くてな。そう、細いですよ。およーこんなにスタミナあるなっていうぐらいのピッチャーだったな。はい、はい、でもう福岡みんなでわーっと応援した思い出だったりとか、うん、あとはまあ夏祭りで盆踊りで踊ったり、海に行ったり、友達とかと遊んだりとか、だからもう語り尽くせないぐらいの思い出があるんだろう。夏休みが一番好きでした、一年中で。豊さんもやっぱりそういう思い出ありますよね。まあ、あの本格的に野球を始める前の思い出は一つあって、はい、北海道に住んでたんだよね、はい、小学校6年から中学校3年の途中まで、うんうん、だから小学校6年の時だったと思うんだけど、はい、北海道一周旅行、おばあちゃんが出てきて山口から、うん、その時に、まあ、阿寒湖だとかさ、はい、和州湖だとか、うん、いろんなところ回っていくんだけど、まあ車じゃない、はい、でスバル360っていう車知ってる？あ、スバルは知ってます。スバルの軽自動車みたいなやつ、はい、あれに4人乗ってたよ、はい、こんなちっちゃい車にカブトムシみたいな、はいはい、俺は後ろだった、うん、小学生だった、うん、足がつけないぐらい暑いんだよ。車がですか？車がどういう状況？こうやってもう足浮かしてんだよ、こうやって車の中でですか？車の中で、でクーラーなんかないから昔は、窓全開じゃない、だからオーバーヒート寸前なんだと思う。危ない危ない。でリアエンジンだし、はい、で親父ちょっとさ、うん、足置けないぐらい暑いんだけどって、大丈夫だって、スバルはそんな車じゃないから大丈夫だって、もうこれ爆発すんねん、燃え出すんじゃないかって言ったんだけどさ、はい、いや大丈夫だって、ちょっと待ってくれ、足つけないんだけどって、いや腹筋でも鍛えとけって。ああそっか、こうやって足上げてずっと、もうその辛さがさ思い出になってる。あ、それそれ夏の思い出なんですよ、夏の思い出で。本格的に野球を始めてから全くないんだよ。え、なんだって野球しかやってない。野球やってる子たちは一日もほぼ休みなくやってるんですか？いや休みだけど体を休めたいわけよ。なんか大人みたいですね。まあ例えば海水浴に行く、はい、そんな発想ないわけよ、行ったことないから。プールは行きました？プールも行った記憶ないな。え、そんな洒落たとこなんか行かないよ。プール行くんだって川だよ。川で泳いでたんですか？だから思い出っていう思い出がなくて、はい、でも一つだけ思い出せるのは、はい、高校3年の時に夏の大会負けて、はい、もうぽっかり穴が開くわけじゃん、うんうん、2年生だったら2、3日空けて練習だったんだけど、はい、だけど3年生で終わるとさ、ぽっかり穴が開くわけよ、はい、もう今までやってたルーティーンが全くなくなるわけ、うん、で何していいかわからないわけ。それは8月の大体何日が、7月ですか？7月だよな。7月の、まあ、終わり頃だから予選だから、はい、だから夏休み入った頃だよ。もうすぐだから7月20日とか、はい、そんなもんだよ。そっからぽっかり穴が開いちゃった、ぽっかり穴開いちゃったんだよ。で何すっかなみたいな、はい、そしたらその同級生が山口県のその柳井の近くの大島っていう島から来てたんだよ、うん、はい、漁師を やられて、うん、遊びに来ないかっていうわけ、うん、でみんなで話し合った結果、うん、行こうっていうことになったわけ、はい、で 4、5 人で行ったわけよ、うん、まあ島だから当然船で渡り、はい、もう周りは 海だけじゃない、うん、潜りでサザエ取ったりだとか、はい、釣り行ったりとかしてタイ釣ったりとかして、はい、それをさばいてくれるわけ。いや、いいな。いや、いいだろ、はい、そのタイの味とかサザエの味が忘れられないっていうのが、はい、俺の中の唯一の夏の思い出というかさ、うん、いやでもいいじゃないですか。でも今野球三昧だからさ、まあ今までそうだったんですもんね、そこまでは。だからそれ終わって
帰るでしょ、はい、帰ると大学のセレクション行ったりだとかさ、いろいろまた忙しいわけよ。あ、もうそこから始まるんですか。そうで大学行くじゃない、はい、大学行ったら大学行ったで1年生で行くじゃない、うんうん、はい、夏の思い出なんかあるわけないよね。夏何してるんですか。夏は解散になってるけど、はい、まあ田舎帰って、うん、まあ練習したりだとか、はい、まあいろいろしてたけど、うん、本当に何もなく遊んだっていうのは、はい、全くない、なくて、だからそのぐらいしかないんだよ。だからみんなも夏の思い出教えてって言ったら、はい、夏の思い出って言うと思う。野球選手、野球選手とか高校球児とかね、ずっとやってた方はですよね、うん、だからこう皆さんご覧になってる方は、はい、おそらく夏の思い出って言ったら、うん、ちょっとメッセージもらえればありがたいんだけど、あ、コメントですね。どんなのがあるのかなと思って。あ、そうか、うん、だから小学校の時なんか宿題に追われたとかさ、最後に ありますね、とかじゃない。でも野球を本格的に始めたからの夏の思い出なんて、うん、プロに入って全くないですよ。そりゃそうだよね。そうやってますもん、ね、やってるよ。全くないんだよ。じゃあ例えば、まあ、現役を退きました、うん、そっから、あ、でも解説もありますもんね。夏解説あるそうだ。いや、ただ何を言いたいかっていうとさ、うん、やっぱ思い出ってさ、うん、日記みたいにね、うん、大切なものだと思うんだよ、はい、そういうものを、うん、こう思い出としていっぱい作っといた方が、うん、心の肥やしになるかなという、はい、だから俺心の肥やしって何だろうって考えてたんだよ、うんうんうん、まあ今夏だから、夏だしさ、うん、夏の思い出って何だろうなと思ったら、うん、その高校の時の、うん、その大島行って素潜りしてみたいな、うん、はい、で友達を深く潜りすぎて鼓膜破れて病院行ったとか、うん分からないから。そうですね、分からないから。そうですよね。で朝起きるのに、うん、ね、セミのめちゃくちゃうるさい音で目が覚めた、はい、そのぐらいしかないんだよ。そうか、だからまあ俗に言う、だから森藤なんか逆に、はい、って言われて、うん、まあ、なんぼでも出てくるじゃん、うん、お祭りがどうのこうのとか、もういくつでも出てきますし、数えきれないですもん。だからお祭りなんか行った記憶もあんまないしね、水着の日焼けの跡とかもないですよね。全くない。よりは、まあ、アンダーシャツ の, あの日焼けの跡でですよね。いや、でも今思い出しましたけど、私の周りで元作新の野球部だったっていう一緒の仕事してる先輩がいるんですけど、夏の思い出を言ってくださいって言うと、いや、もう泥だらけになってとか、水が飲めなくてとか、そうだろう、もうそれしかないって言いますもん。だからもうあれだよ、夏の練習してる時にさ、うん、差し入れをくれるんだよ、はい、水飲んじゃいけないじゃない、はい、まだ時代的に、はい、ほんでその飲み物を差し入れしてくれるんだよ、はい、でコーラなんかあんまり飲まないじゃない、うん、俺らなんか、うん、でバーッと入って、監督がその時だけ「うん、お好きなの飲まない」とか言って言われて、はい、コーラとか選ぶじゃない、はい、逆に喉がかむゲボゲボになって腹張ってくるしさ逆効果なんですね。逆効果、まあ、ああいう時は水に限ると思ったけどさそうですね。でもなんか味が欲しいじゃない。そうですよ、せっかく飲めるんだったら。もうそうですよ、もうファンタなんか入っててこう飲んだら、うん、もう口の中ドロッドロだよね。あんまり余計に水くれみたいな。逆にね、逆に。あ、その思い出があるじゃないですか。それ思い出か。あんまり記憶にね残る。だから俺の思い出って野球から離れたところが思い出になるからね。ああ、そっか。野球はなんかずっと継続的だから。そうですよね、野球から完全に外れた時に、うん、思い出になるから。じゃあ今本当に、じゃあ今でも野球頑張ってる子たちっていうのは、やっぱり野球離れたところの夏の思い出っていうと、やっぱりあれってなってあるかもな。だから、うん、まあでもね、思い出は大切な心の中の1ページだから、うんうん、まあ、作っててほしいなと思うよね。そうですね、それがなんかゆくゆくね、こう何かの操作になったりとかありますもんね。だからスバル360は俺の中では忘れられない車なんだよ暑くてずっと、まあ、暑かった、やけどすると思った危ない。でもそれで腹筋が鍛えられたかもしれないですもんね。強いんだ腹筋はね、はい、はい。